緊急事態宣言発令この三つをやらなければ健康なあなたでもうつ病になるかもしれませんはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音できるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはいということで昨日一月七日 1> 1都3県において緊急事態宣言が発令されましたまだ僕が住んでいる和歌山県にはまだ発令されてないんですけれどもこれからどうなるかは分かりませんそして緊急事態宣言が発令されると外出が制限されます実際、えー、外に出てしまったら罰則される罰金払わないといけないというような法律が、えー、決まるかもしれませんそれはまだ分からないで外に出らられなかったら うつ病になる人が増えるんです。で、うつ病になっていく人が増えると、自分であれをする人が増えていくということも言われてます。で、実際自分であれをする人の背景90、90%以上にはうつ病が潜んでいるって言われているんです。うつ病、僕自身もなったことがあるんですけど、本当に。 なってはいけない病気、苦しい病気です死ぬことよりも辛い、何をやっても楽しくないそして何もやる気が起きないそれがうつ病なんですそのようなうつ病にならないようにするために今日は動画を撮っています今日のテーマは、えー、うつ病を予防するために外出自粛中にやるべきことトップ3を紹介したいと思います、えー、この動画を最後まで見ていただけたらあなたがいる地域で 緊急事態宣言が出たとしても、うつ病に悩まされることなく、毎日を楽しく過ごせるようになると思いますので、最後まで聞いてください。えー、このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための考え方、そして行動習慣を毎日配信しています、えー。興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと、SNS でも毎日配信してますので、概要欄からつながってください。 はいということで今日は外出自粛中にするべきことトップ3を紹介します1セルフトーク2音声ラジオ3決まった時間に起きる1セルフトークセルフトークっていうのはもうコロナストレスを緩和する最強の呪文です はいえー、セルフトークとは自分の頭の中で言っているつぶやきであったり、えー、思考であったり考え方そして実際に言葉にする口にする言葉ですねこれがセルフトークです僕たちは無意識そして意識どちらも合わせると1日6万回以上頭の中そして言葉でつぶやいているというふうに言われています、えー、そ,そしてその8割がネガティブやって言われてるんですよね なんで俺こんなんしなあかんね。なんか寒いなあ、めんどくさいな行きたくないなもうちょっと寝たいなっていうネガティブな言葉を自分に投げかけて投げかけてすり込んでいく。それを1日 えー、6万の8割だから5万回こうすり込んでいくと自分なんてダメな人間なんやこの世界は面白くない生きていても仕方ないんやっていう風に頭の中で思ってしまうんですそういう風に思って考えてしまうと行動するやる気が起きないそして行動しないと人生がどんどん暗くなっていくということなんですでいきなり性格を変えようぜとかいきなりね思考を変えようぜでなかなか難しいと思うでも 言葉を変えるのっていうのは比較的簡単なんですよ。自分が話している言葉であったり、頭の中のつぶやき。このセルフトークを変えるのは比較的簡単に変えやすいで言葉を変えると。 考え方が変わり考え方が変わると気持ちが変わり気持ちが変わると行動が変わり行動が変わると習慣が変わっていく習慣が変わっていくと出会う人が変わっていって出会う人が変わっていくと運命が変わり運命が変わると人生が変わるということなんですだからあなたの言葉を変えると人生が変わっていくんですねでいきなり性格とか人格を変えるのは難しいでも言葉を変えるのは簡単ですじゃあどのように言葉を変えるのか3つのステップです まず一つ目はネガティブな言葉に気づくとということ、ね、自分が言っているネガティブな言葉に気づく。めんどくさいなとかね、えー、まあ今の時期やったらどんなんがあるやろな。えー えー、外出できへんの最悪やとかね、一、え、流、ー、生活元に戻んのやろうとか、この状態で完璧にコロナ防げるんかなとかね、そういうこと、不安になったり心配になったりつぶやいたりする。そのつぶやきにまずは自分が気づくということ、これが1つ目です。で、2つ目、その気づいた、えー、時にストップする、ストッパーっていうですストップするんですよ。ネガティブな言葉に気づいたら、それが増幅しないうちにストップする。 うん、えー、まあどんなんでもいいんですけど例えば赤信号をイメージしてくださいイメージの力ものすごく強いんでイメージをすることが大事です赤信号をイメージして赤は止まれ赤は止まれ赤は止まれってブレーキを踏むですとか ネガティブな言葉が出てきたらもうトイレに駆け込んでレバーを引いてジャジャーって音するじゃないですかでその時にジャジャー流れろ流れろ流れろーって言って流したりとか実際そのトイレットペーパーに、ね、マジックでネガティブな気持ちうわーっていっぱい書いて実際に流してしまうとかそう,するのがそうすることでそのネガティブな思考考え方そして言葉ですね,言葉,ですね今言葉の話していましたねネガティブな言葉がトイレに流れたりストップすることができます。 はい、まず1つ目ネガティブな言葉に気づく2つ目ネガティブな言葉をストップするで3つ目ポジティブな言葉にリフレーミングしていくポジティブなセルフトークを作っていくということです。えー、出口のないトンネルはないいつか光が見える。 とかねえー、い,ついつかは絶対元の生活に戻る。今は今できることをやろう。今できることをやろう。今を全力で生きよう。今を楽しく生きよう。とかね。自分の中で大切にしている格言であったり、言葉であったり、自分が尊敬する人が言っている名言、格言ってあると思うんですね。そういう言葉を自分の中でつぶやく。そうすることで、えーかあの、言葉が変わっていって、考え方も変わっていくと思います。そうすると考え方が変わると、あなたのその気持ち、気持ちが鬱っぽい気持ちから、ちょっとこう楽しく変わく。 楽胸を張ってね胸を張ってこうやって表情を上げてやるっていうのもすごい効果的ですねこれやっぱこう胸を下げてねこう下を見てやるとどうしても暗い気持ちになる姿勢を変えるっていうのも比較的簡単にやりやすいことですね姿勢を変えてポジティブなセルフトークをつぶやくはいこれ1つ目、はい、2つ目は、えっと、音声ラジオを聴くということです、えー、外出自粛中 にななるとどううししてても一人で過ごす時間が多くなってしまうそうなるといろんな嫌なこと不安なこと心配なこと将来起きそうなこと実は起きるかどうか分からへんそんなことをいろいろあれやこれや考えてしまうんですよそう考えてしまうとどうしても解決せずにそれがぐるんぐるん堂々巡りで回っていって眠れなくなったり辛くなったり今というこの時間を楽しめなくなったりする。だから はいおすすめなのは音声ラジオを聞くということです、えー、家事とか仕事とかお風呂洗ったり料理作ったり何かをするときに音声ラジオを聞きながらやるということこれめちゃくちゃおすすめですでもう本当にね今音声ラジオいろんな人が発信していますおすすめはいろんなメディアがあるんですけどまあ、ボイシーっていうメディアであってヒマラヤっていうのがあるんですけどまあ、特にボイシーがいっぱいあの質の高い情報を、えー、とか、えー、たくさん えー、面白い人が配信してるので、ボイシーがおすすめですね。えー、例えば、ボイシーでおすすめな人っていうのは、 えー、キングコングの西野さんであったりあとは誰やろうあワーママ春ラジオさんっていうママさんがすごい本質的な話されてたりするんですけどそのワーママ春さんやったりあとチキリンさんであったり、えー、自分らしく生きることを推奨している川原拓海さんもおすすめですでちなみに僕ミスターオカチもこのボイシーではなくこのヒマラヤっていうところで「本音で生きるためのラジオ」っていうのを毎日配信してます、えー、本音で生きるラジオ 暇やで本音で生きるラジオを探していただいたら、えー、見れますのであの概要欄に貼ってますのでぜひそちらも、ね、聞いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですそして最後3つ目、はいえー、これが一番効果はでかいですよね 決まった時間に起きるとということですあの人間ってね普通に生活してても体内時計がね微妙に狂ってくるんですよねで体内時計が狂っていくとホルモンのバランスが狂うホルモンのバランスが狂うと自律神経系のいろんな症状が出てくるんですよ不定収縮と言われる頭が痛いとか眠れないとかなんか寒気がするとかんやろなんか疲れっぽいとかね、えー、お腹痛いとかなんかやる気起きへんとかねいろんな症状が出てくるんですよそれって全部ホルモンンののバランスの乱れ から起きるんですよねでそのホルモンのバランスの乱れとていうのはその体内時計が狂っていくっていうことがすごい大きな原因なので決まった時間に起きるというのはとても大事決まった時間に起き,起きるとその起きてあともう一つですね太陽を浴びるこの太陽を浴びて決まった時間に起きることで、えー、朝なんですよっていうことで体内時計がリセットされるんですよ狂ってる時計が毎日リセットされるはいだから決まった時間に起きる寝る時間は何時であってもいい だから早く寝ないといけないとか考えなくていい。寝る時間は何時であってもいいけど、その代わり、決まった時間に起きる。ここだけ大事にしてください。で、決まった時間に起きて、えっ、ー、と、太陽を浴びる。これ、太陽を浴びるめっちゃ大事なんですよ。太陽を浴びると、その体内時計がリセットされるということと、もう一つ、セロトニンが分泌されるんですよね。太,あ太陽を10分から15分以上浴びると、えー、セロトニンが分泌される。実際、うつ病っていうのは、えー、脳の病気やと言われていて、脳内のシナプス感激。シナプスとシナプス シナプス神経と神経の間のセロトニンの濃度が減少しているからうつ病っていうのが発症するって言われてるんですよ今ね仮説としてねだからその、えー、僕が販売してた薬っていうのはそのシナプス感激におけるセロトニンを増やすっていう薬やったんですよで増やすことで症状を改善するっていうのが僕が販売してた薬あ僕昔ね、えー、製薬会社でうつ病の薬を販売していたということだったので はいえー、そういう薬を売ってたんですけど、えー、なのでセロトニンを増やすことはとても大事なんですよで陶器うつ病っても言われてるように陶器っていうのはね太陽が出てる時間が少ないじゃないですかでその時間っていうのはやっぱり誰しもねセロトニン濃度が薄くなっていくんでうつ病にかかりやすいんですねで冬の期間にうつ病になる人もものすごい増えてるんですよ、はい、なので あの太陽を浴びてセロトニンを増やすということはものすごく大事です。でセロトニンを増やす方法というのはまあ3つあって、まあ、太陽を浴びるということとあと1つは運動するということともう1つは咀嚼する、噛むですね。噛むでおかちやってるのはこれですね3種の神器これなんですけど、するメ当たり目、するメこれめちゃめちゃいいですよねこれ糖質もほぼゼロやしでか,か噛めば噛むほど集中力も上がるしさっき言ったセロトニンも分泌される。 でもう一つはこれナッツですね。ナッツも咀嚼。 でできるやつなんでこの糖質少ないのででこれねオメガ3っていう体にいい物質どういうふうにいいのか忘れましたこのナッツは体にいいオメガ3っていうのもはん、えー、オメガ3体内では作ることができなくて外からしか摂取できないオメガ3っていうのがはって入ってるみたいなんでめっちゃいいみたいですちょっとオメガ3検索してください何やったか忘れましたとあとプロテインですね朝プロテイン飲んでますはいということでまあこれで2つ目っていうのは音声ラジオを聞くじゃないですか3つ,これ3つ目な決まった時間に起きるとくる、えー 体内時計が元にに戻るるるとととといいいうこ特太太陽陽をを浴浴びびですよを浴びるとセロトニンが分泌されますセロトニンが分泌されることで皆さんの活力がぐんと上がっていってうつ病になりにくくなる。でセロトニンを増やす方法は3つあって決まった時間に起きる運動をするそして咀嚼をするカミカミするってことですね。はいということで今日は外出自粛中にやるべきことトップ3を紹介しました。 1, 1セルフトーク言葉を変えていく言葉を変えると考え方が変わって、えー、毎日楽しく過ごせるようになります、えー、2つ目音声ラジオを聞く一人にならないということ耳からだけでもたくさん情報を入れて、えー、楽しく毎日過ごしましょうということで3つ目は決まった時間に起きる決まった時間に起きて体内時計をリセットしてセロトニンを増やすそして夜ぐっすり眠れるようにしましょうということですそうなんですセロトニンが増えたら、えー、それってセロトニンがねメラトニンっていう分 物質に変わるんですよでメラトニンっていうのは睡眠物質ですのでセロトニンが朝しっかり分泌されると夜しっかり眠れるようになるということなんですだからしっかり運動することっていうのは大事だねっていうことなんですねはいということで、えー、今日は以上ですジエンドそれではワンダフルな一日をお過ごしくださいあもう一つありましたちょっとでも勉強になったためになったおかっち頑張れそしてマックスくん今日もいいねっていうふうに思って 方は高評価ボタンこれを押ししていいたただけたらめちゃくちゃゃく嬉しいですあと、コメントも本当に毎日見てます、えー、あとそしてこのチャンネルではえ今回のようにあなたがあなたらしく生きるための行動習慣であったりライフスキルを紹介しています。興味がある方は最新動画を見逃さないようにえチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。TheEnd それではワンダフルな一日をお過ごしください。See you!